ちは、ひなたです。今日は VT コスメティクスさんからスキンケアとかコスメをいただいたので、そちらを使ってこちらの夏メイクをしていきたいと思います。このメイクをする前に、こちらの VT コスメティクスさんからいただいたシカケアっていうラインのスキンケアでちょっと肌を保湿してからこのメイクをしたんですけど、シカケアシリーズっていうのが出てるみたいで、このシカっていうのはもともと医療用として使用されている傷を保護とか改善するためのジェルシートのスキンケアっていうのが語源となってるみたい で、このシカっていうのはツボクサっていうハーブが主成分というふうになってて、でこのツボクサっていうのがハーブの王様って言われてるぐらいすごい万能なハーブみたいで、傷口とかに塗ったら傷が治るっていうふうに言われてて、でここのパッケージに見えますかね、トラがいるんですけど、これはなんかトラが喧嘩して、トラ同士の喧嘩して傷ができちゃった時に、その傷を癒すためにツボクサを探しに行って、そのツボクサを体にスイスイ吸い付けてたみたいな、そしたら治ったっていうところからこのトラのマークついたのかな。このシカケアシリーズは肌荒れしてる肌とかニキビ肌にも使えるので、敏感肌の方にもすごくおすすめっていう風に書いてて、で肌を保護してくれる成分が入っているみたいです。なのでこちらとか、あとこのクッションファンデも後で紹介するんですけど、このクッションファンデにもシカ成分っていうのが入ってて、なのでつけながら肌のケアもできるっていう、すごくいいなって思いました。なので長時間つけてても肌に負担はあまりないっていうふうに言ってたのもすごくいいところだなって思いました。でこの VT コスメティクスさんはそのシカ成分っていうのをシカリオっていうね、 VT 肌鎮静ケア独自成分っていうのを開発したみたいで、 VT さん独自の成分が入っているみたいです。で韓国コスメではこのシカ成分っていうのは少し前からすごく注目されていて、今日本にもやっと入ってきてどんどん注目されつつある成分だそうです。で韓国コスメには本当にシカ成分の入っているものがすごいいっぱいあるみたいなんですけど、日本だとあまり聞かないですよね。これまずめちゃくちゃハーブのいい香りがします。本当になんかつけるだけでアロマに包まれてる感じ、ハーブの香りなんですけど強すぎないハーブの香りがすごく好きです。化粧水のシカスキンっていうやつは保湿と水分保持と、あと角質ケアなどもしてくれるみたいです。で乳液も本当にベタベタしない、ベタつかないし、すごく良かったです。このシカクリームっていうのが一番有名なのかな。でこれ別名再生クリームっていう風に言われてて、だから肌荒れしてる時とかちょっと肌の赤みが気になる時とか塗ったらすごくいいよっていう風に書いてました。でこれはこういうね、水分ジェルみたいな、見えますかね、こういうジェルクリームみたいになってて、伸ばすとこんな感じ、本当にみずみずしいですね。だけどしっとりもしてて、この化粧水と乳液を塗った後に最後このシカクリームで蓋をするみたいな感じが一番いいのかなって思います。で、この VT コスメティクスさんのサイトは概要欄の方にリンク貼ってます。では早速こちらのメイクやっていきましょう。こういう感じで結構サラサラしてますね。ハーブのめっちゃいい匂いします。ロキシタンの匂いがする。ロキシタン行った時にするような感じの匂いがします。こっちの中にはグリーンベースコントロールカラーっていうのが入ってて、このグリーンは赤みをカバーする役割っていうのがあって、でこのグリーンのところにシカ成分が配合されているみたいです。こっちにはピンクも入ってますね。でこっちの方が、モイスチャーがあって、ちょっとカバー力も高めなのか、これ撮っただけでこんな感じ。これをちょっと1回目だと多すぎるので、私の好きな YouTuber の会社員 A ちゃんはここの蓋でちょっとこうなじませてから肌につけたらいいっていう風に言ってたので、そうやっていきたいと思います。なんかこれ最初白くなるんだけど、ちょっと増したら馴染んでくるっていう風に言ってました。こっち半分は塗りました。どうでしょうか、ツヤ感がすごい出てるなって思います。カバー力も結構ありますね。
じゃあ次こっち半分塗っていきたいと思います。こっちの方が肌なじみがいい感じがします。これちょっとスライドされるだけで片付くので、難しいですね、クッションファンデ私なんか塗り心地的にこっちの方がなじみやすくて塗りやすいかなって思いました。はい、こんな感じです。どうでしょう、違いわかりますか、今パッと塗った感じだとこっちの方が私は好きです。ちょっとこっち白いよね、馴染んでくるのかわからないんですけど、私クマが結構ひどいのでこのクリアのコンシーラーでクマを隠していきたいと思います。でこのコンシーラー、こっちがスティックになっててこっちがリキッドになってるのですごいいいです。で本当に最近寝ても寝てもクマが取れないんですよね。あと赤みも隠していきたいと思います。あ、つけすぎた。なんかちょっと厚塗り感ありますよね首と色が変わりそうなんで、首にも夏だしパウダーで抑えた方がいい気もするんですけど、ちょっとこのツヤ感が好きなので今日はこのままでいきたいと思います。次シェーディングしていきます。最近このエルフのシェーディングを使ってます。これはアイハーブで購入しました。こっちの色を使っていきます。これは私の好きな YouTuber さんが使っててすごいいいっていう風に言ってて、なんか発色がいいみたいなこと言ってて、で買ってみようと思って買って使ってみたら結構いいですよ、すごい安いし、ね、私結構コスメにこだわりはあんまりない方ですバコスとかもそんな持ってないし、何個か使ってみたりしたんですけど、あんまりドラッグストアコスメとのそんな差はないかなって思ってて、よくドラッグストアコスメを使っております。チークはこのミラニーっていうアメリカのドラッグストアで買ったんですけど、これは5番のルミノッソっていう色で、なんかパッケージ可愛いですよ。こんな感じでベイクドチークになってます。でこれ上げたら鏡と、使ったことないんですけどブラシも入ってます。チークはやっぱ夏はコーラル系が好きでよく使っております。これ結構なんかツヤ感のある感じのチークなんで、それもすごく気に入ってます。笑って高くなる位置にのせていきます。でハイライトはこのロレアルのハイライトを使っていきます。眉毛忘れてた眉毛やっていきます。眉毛は最近ずっと好きで使ってたスキンフードの眉ペンシルがあったんですけど、それがもうなくなっちゃって、このエチュードのドローイングアイブローっていうのを今使ってます。これはなんか口コミ見たら結構良かって、でめちゃくちゃ安くて、これ300何円とかでしたよ。でスキンフードのがね見つからなくてこれにしたんですけど、まあ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 いい感じです。これこんな感じになってて、ちょっと固めかなっていう感じですね。やっぱスキンフードのやつがすごい柔らかくて描きやすくて良かったです。眉毛はまあ結構もうあるんですけど、間がちょっとねスカスカのところもあるので、そこを埋めていく感じに。いや私本当に左右対称に眉毛描けなくてすごい下手なんですよね。難しい。でノーズシャドウ入れていきます。次にアイメイクやっていきたいと思います。で今日使うのは VT コスメティクスさんと BTS のコラボのスーパーテンプティングアイパレットの01番を使っていきたいと思います。すごい可愛くて、特にこの2つのキラキラシャドウがすごく好きです。あとはクリームアイシャドウ、夏ってやっぱキラキラのアイシャドウねつけたら目元華やかになってすごい可愛いので、最近よく使ってるのがクリオのプリズムエアのアイシャドウです。これは23番のピーチコーラルっていう
お色なんですけど、こんな感じでめちゃくちゃ可愛いんですよ。これ見えないかな、キラッキラのラメが入ってて、これをアイシャドウの最後につけるとね、めちゃくちゃ可愛いんです。まずはこのベースっぽい色をまぶた全体に塗っていきます。やっぱベースカラー塗っておくことで次塗るアイシャドウの発色が良くなります。次どうしようかな、これ使ってみます。このマットの色、こんな感じです。でこのクリームアイシャドウの01番をまぶた3分の1ぐらいに塗っていきます。下まぶたにもこの黒目の外側ぐらいまで塗っていきます。そしたらこの上の方のキラキラを上まぶた全体に塗っていきます。これも指でいっちゃいます。アイシャドウ終わったのでアイライナー引いていきたいと思います。で、私はブラウン系のアイラインを使うことが多いです。なんか黒だときつすぎるかなっていう、私アイラインほど苦手なものはないですってぐらい本当にアイラインはね、この跳ね上げが結構苦手で、苦手意識が強すぎて長年アイラインはしてこなかったんですけど、最近になってねなんかアイラインにハマっちゃってそれまではなんか跳ね上げせずここまでアイライン描いたり、あともうアイラインなしでただマスカラするだけっていうことが多かったんですけど、ちょっと最近頑張ってます、はい、マスカラはこのラッシュニスタ、メイベリンのラッシュニスタを使います。まつげは2段階、1回グッて上げてもう1回グッて上げます。そしたら結構いい感じに上がります。これさ、ピント合ってるかがすごいな。マスカラつけるだけでも結構目の印象変わりますよね。こっちもやっていきます。最後にリップをやっていきます。でリップはこちらの、ステイトハーフ&ハーフティントっていうのを使っていきたいと思います。これお色が01番のモアレッドっていう色です。2種類のティントが入ってて、こっちがグロッシーティントで、こっち側がクリーミーティントになっております。なんか色も全然違う感じですね。今日はこちらの2色使いをしていきたいというふうに思います。サイトの方におすすめの塗り方っていうのが書いてあって、でそれによると、まずクリーミーティントを唇全体に塗った後に唇の内側にグロッシーティントを塗るっていうやり方が書いてあったので、それをやっていきたいと思います。わあ、すごい発色クリーミーティントだけで塗ったらこんな感じです。次グロッシーティントを唇の内側に塗っていきたいと思います。こんな感じです。これやっぱグロッシーっていうだけあってちょっとねツヤ感が出ますね。私さっきのマットのやつだけだったら多分唇がすごい乾燥してくると思うんですけど、これを上から重ねることによって結構潤いも出たかなと思います。でちょっと濃すぎるかなって思った場合は、私は一回ティッシュオフします。こうやってしたら馴染んでちょうどいい感じになります。はい、こんな感じで夏メイク完成です。この赤リップもすごい可愛いですよね。色が結構明るいリップで発色もめちゃくちゃいいので、やっぱ夏とかね冬もでもこの赤は可愛いと思います。こんな感じです。でもし皆さん気になる商品があれば、概要欄の方に VT コスメティックスのサイトを貼っているので、ぜひチェックしてみてください。もしこの動画が良かったら、ぜひいいねとチャンネル登録お願いします。バイバーイ。